はい、こんにちは、三次郎です。お肉食べてきました。ランチですね。お肉のランチ、これおっさんなんか敷居ちゃうわ、なんかあれ ついたての向こうでね、肉食うてますけど、これランチですわ。なんかステーキランチみたいなね、難波にあるんですけど、その難波ランチさん言ってね、YouTube でね動画上げてはる人おられるんですよ。その難波のランチっていうかな、お昼ご飯いろんなとこ行ってはってね、そこで教えてもらうとこなんですけど、その難波ランチさんはね、なんかおっさんちゅんかな、サラリーマンちゅんかなの昼ご飯風景ちゅんかな、会話ちゅんかな、それが面白いってね、いつも見させてもらうとるんですけど、まあそこが紹介しとったね、ここどこやったかいな、難波の裏ちゅんかな、昔で言う難波球場ちゃうわ、大阪球場、南海球場、南海ホークスがあったところら辺の近くですね。何十点かね、エール予備校とかあったとこやね。私そのエール予備校出身なもんでね、予備校卒なんで、そんなのがいっぱい集まってるとこやね。はい、ということで、なんやね、要はおっさん肉食いに行った動画、一応デートやからね、お昼ランチデートということで、おっさん喜んどるんやけど、はい、まあそれだけの話やねんけどね。はい、まあ何お店の名前や、何やったかいな、鉄拳ベイクドピザ言うてね、このお肉めっちゃ安かったですよ。これでランチでね、何倍高いな、780円だから、多分日替わり定食みたいな感じなんですけど、めちゃくちゃリーズナブルでした。はい、味も美味しい。お店の愛想は普通。はい、まあお客さんも行さん入っとったですね。はい、なこっちゃですね。はい、おっさん何用事して何やっとんねん。はい、そんなこっちゃでございます。はい、ということで、これ水やからね、ちなみにね。はい、何やるん、おっちゃん。あ、おっちゃんあれやエチケット、歯のエチケット青やねはい、以上です。いつも大きに。はい、失礼します。